今日は何の弁当だい、それは。え、今日は何この弁当。いや、横浜佐紀陽軒さんのチャーハン弁当。おー、いい弁当じゃん、うん、これ最高よね。よかったね。うん、それ好きなの、それ。みんな好きでしょ、これ。おー、そう。海野が一番好きな弁当かな、それは。いや、一番好きなのは塚田農場のハンバーグ弁当だね。おー、塚田農場のハンバーグ弁当か。うん、何また取んなくていいだろ、こんなの。やっぱ前回の海野はただ弁当を食べるっていう動画が大好評だったからさ、うん、いや、そんなことねえだろ。なんで隠すの。いやいや、見せてくれよ、中に。あ、はい、これっす。うわー、これ自分で作ったの。作ってるか。佐紀陽軒の弁当って言ってるでしょ。取ったらするけど。よし。あ、いいね。うん。あ、からしはつける派なんだね。絶対ね。あ、そうなんだ。大人だね。やめろ、それも。マジで変な気分なのよ。いただきます。どうぞ。うまいよね、この弁当は。うん。お。モリモリいける。ちょうどいい塩こそ効いてるわ、ちゃんと。海の前から料理ハマってるから、うん、どう、これ再現できる。できる、できる。あったかいうちだったら勝負できるかもね。マジで。今冷たさでもううまいのはすごいけど。冷めてもうまいチャーハンは難しいけど、うん、けど出来たてだったらそんな引きを取らないチャーハンいけるかもね。このそれめちゃうまくない、その今。これ大根のやつ。え、タケノコじゃないですか。あ、タケノコか。それめちゃうまいよ。これうまい。で、ヤンニョムチキン的なね。うん、そう、これ全部美味しいんだよな。唐揚げ、うん、このキューちゃん的なやつもね。キューちゃんか、うまい。うん、前髪がすごいなびいて。左から右にこんな前髪してたっけ。伸びたんじゃない、単純に。切らないと。めちゃめちゃ前髪長い。いやー、うまそうに食うね。持ってねえだろ。何これ、もう普通に飯食いてんだけど。初体験はいつですか。いやいや、なんでアダルトビデオの始まりみたいな。初体験は、初体験、うん、チャーハン食いながら言うことか。あ、チャーハン。あ、チャーハンの。チャーハン。チャーハンの初体験覚えてないな。でも小5ぐらいかな。あ、小5なんだ。その、どういった先輩、後輩。いや、家族で。家族で。家族で。当時そのね、中華料理屋、めちゃくちゃメジャーなやつができて、そこでみんなで食べに行ったのが多分初めてのチャーハンかな。
中華料理はめちゃめちゃメジャーなやつ、うん、あ全然食べていただいて全然全然、うん、これ一応食べ終わるまでずっと取り続けるから絶対なんで途中で切ることは絶対ないから途中で切ってマジでえそのどうだったは初めてやっぱ、うん、どういう感じだったんですか気持ちいいものはだからもう味わったことない快感ああなるほどねああうんこんなのが世の中にあるんだっていうもう、あうん一番好きな、うん、一番好きなシューマイタイとか行っちゃってんじゃんいや、チャーハンを食べるときは食べるときもね一番好きなタイはタイチャーハンを食べるときもいや、正常位だないやいや、その、うん、正常な位置え正常位、うん、あー、正常位が好きなんだねそう、いや正常な位置ねそう今略して言っちゃったけどそうかたまに正常じゃないのもじゃあ他にもあるってこと確かにねうん、うん、あるもんねその立ちながらみたいな時もあるしえちゃんとこう食べるんじゃなくて立ちながら食べるとき立ち食い、うん、立ち食いチャーハン駅弁駅弁でいいと駅弁チャーハン駅弁みたいなスタイルで食べるときもあるよじゃあもう壁にバンバンぶち当てるってことちょっと前だから食べるってこと壁にバンバンぶち当てないああ普通にその立ちながら食べるっていうって食べてね、もういい気持ちよりもうどっか行ってくれよおいしいないやおいしいよエリくんいいなんいいなそのお弁当いいなって食べればいいじゃんおいしそうおいしそううん僕のさ、グリーンピースの炒め物と交換してよ嫌だよちょっと腹いっぱいだわもうえ腹いっぱいちょっと今日食いすぎてるわめっちゃうまいんだけどどうすんのこれいや、後で食う夜うん、一旦休憩一旦ここまでだねその、取られて食うのも嫌だし今マジでプライベートな時間だからはぁ、あ、じゃあ、次回ということでいや、もう来ないからじゃあ、次回この続きを食べてもらうってことでいいかないい日持ちしないよ、これが明後日いい日持ちしないってだからこれは今日夜食うから、この後まあ、じゃあこの状態に俺がしとくからえ何がいいの、それまだ完結してないの、この動画がいや、完結してるだろ、勝手に来てるからじゃあもうごちそうさまなのね、今日はいやいや、この後食べるからねひとまずうんじゃあごちそうさましてごちそうさましたはい、美味しかったねえうなんか来たえうわ、うわ、うわ、うわジェラードンチャンネルだ
押し通る。なんだあいつ。